最近配信多いね。そうかな。え、最近むしろ減っていた気がしたけど、多いと思ってもらえた。なんだ、なんか起きた今。あれかな、 Wi-Fi の調子悪いのかな。ちょっと Wi-Fi 切ってみるね。 Wi-Fi 切ってみた。これで安定するかなって言って、そんな長くできないんだけど。え、待って、どこからループしてたんだろう。今日はMV で切って出た白の衣装で、久しぶりに MV 以来。スーパーテレビサイズ、スーパー、ああ、曲の長さがってこと？そうだね。だからいつもとさ、いろいろ長さが尺が違かったから、私もやばいって、間違えないようにしなくちゃと思って気をつけた。そう、あとね、品川駅すごいね、びっくりした。品川駅今行くと見れるらしいよ。結構なんか5分ぐらい待ってば、5分に1回ぐらい、なんか一旦メンバーに聞いたんだけど、結構何時間に1回とかじゃなくて、結構短いスパンでちゃんと見れるっぽいからね、びっくり。私も行きたいな。私、品川駅すごい好き。品川駅のエキュートっていうんだっけ、ああいうお店、駅の中に入ってるお店。結構本屋さんトップレベルで、あそこすごい好き。私、自分が好きな系統の本が結構多く置いてあって、そんなにしょっちゅうは行かないんだけど、何かお仕事とかで電車を使う時に使う時があったら絶対寄る。どんな本、なんかデザインとか、私結構その建築士になりたかったから、そういう本、すごい、そんなに専門的じゃないけど、そういうお家の本とかもね、確かあったんだよね、私がいた時は。アート系の本も多かったし、今どうだろう、最近はね、全然行ってないからちょっと分かんないんだけど、そう、2階の、そう、行ったこと一緒かな。あそこすごい好きなんだよね。あそこのその1階のところにもファンドリーっていうケーキ屋さんがあるんだけど、それもすごい好き。あそこのお店結構みんな好きだな。ちょいちょい緑が映りますね。ドウダンツツジがあります。見る？ちら？かわいいでしょ？今日上の方照らすとすっごいおしゃれに映りそう。見て見て。私、何、私、森の中に住んでるのかな、私。可愛くない？ピローン。これは、私のね、私の、ごめんなさい、私のねとか私物化しちゃった。違くて、A の千秋楽の時にファンの方がくださったお花の中の靴を抜き取って持ち帰ってきて、それがドライフラワー化したやつがここにあります。森へ行こう。私物化してしまいました、すいません。
今日の部屋明るめ？あっちいつも暗いかな。そうですね、今はお花にたくさん囲まれています。どうだんつつじさんもお元気で。いやーこの間やっとこのシーズンになってようやく売ってくれるんですよ、どうだんつつじって。いやーこれを持ち帰ってくるの結構恥ずかしかったな。ちょっとお天気がいい良くてお部屋の中がいい感じに映るときにこれ撮って写真載せたいなと思ってるの。大きい、どうだんつつじ大きい、本当はもっと大きいの欲しかったんだけど、ちょっとねお家から遠いところのお花屋さんで見つけて持ち帰るの大変そうだなと思ったから、その中でも一番小さめのやつを選んで買ってきた。なんかねいつもねこの紅葉までね持たない。お水とか変えたりしてるんだけど、でもやっぱね夏秋生える前にやっぱり葉っぱの方が元気なくなってきちゃって、紅葉まで行ったことないな。私今私が持ってる花瓶のサイズで大きいのね、誰なんだよな。ドーナツ土の方が重くて花瓶がね倒れてしまう。だから今度もっと大きい花瓶買おうと思ってるんだ。一番大きいやつも今ね違うやつ入れててね、ちょっとね花瓶たくさんあるくせに全部埋まっちゃってるんですよ今。なんかいい花瓶が売ってるとこ知ってたら教えてください。自分で探しに行きます。好きなやつを選ぶのが好きなので。いっぱいある。ちっちゃいのもあるし、原宿にあるよね。え？本当？待って、もしかしてやっぱあれそうだったのかな、原宿ってよりかもしかして表参道だったりする、それって。一回ねご飯食べに行った時にさ、あなんかねチラってお店の中見た時にあれ花瓶屋さんかなと思ったところがあったんだけど、後で寄ろうと思ったらそれ寄ろうと思ってたこと忘れて帰っちゃったんだよね。待って結構みんな知ってるじゃん。教えて。知りたい、欲しい。あ、違う、これおねだりしてるんじゃなくて、あの私が実際に自分で見ていろいろ選んで見るのを楽しみたいんですよ、選ぶのとか。これあのあれみんなにあのそういう お願い事をしてるわけじゃないから、ほんとあのあれなんで大丈夫ですよ青山より、青山より、青山より、青山、青山、表参道駅に近いってことかな。ちょっと時間見つけていきたい。ちょっと今は絶対無理だけど、いけないけど、いつか時間見つけたら行きます。うわ、明日のお弁当情報が来た、珍しいすごっ。神宮前で、神宮なんとか行ったことなくて分かんない。明日晴れっぽいですね。
そうです、明日はうたコンです。うたコン、うたコン、うたうたコンコンはって感じね適当な歌歌っちゃった。うたコンです。いつもお弁当の情報なんて来ないよ。今珍しく来た。朝早く起きるっていいよね。仕事でとかじゃなくて。今日はやることあった。昨日だ。昨日ね、本当はめちゃめちゃ終わらせないといけない宿題が多かったんだけど、結局眠いなと思ってる中で仕上げるものってクオリティが低いなと思って、もういいやって諦めて寝てしまえと思って昨日寝て、でその代わり今日は早くめっちゃ早く起きて、近くにあるカフェが結構早めにやってるから、そこで朝ごはんを早く食べて、今日の仕事前に全部やればいいじゃんと思ったら、すっごい集中力を発揮して、はい、ちょっとね、それこれいいなって思いました。その夜ってやっぱりさ、キリがないじゃない。私あーやらなきゃやらなきゃと思ってるうちにどん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 時間が過ぎて、で次の日に影響するのはちょっとよろしくないと思って、そう、なんか今日すごいいい感じだった。イエイエということで、私は寝ます。みんなおやすみ。明日もみんな学校とお仕事頑張ってね。私も頑張ってくるぜ。じゃあね。突然に終わる岡部凛のショールーム。みんな今日もありがとう。お風呂入るんだよ。じゃあね、バイバイ、おやすみバイバイ。